アパートの階段を駆け下りていく女性、そのすぐ後を追いかけてくる男、彼女は逃げ切ることができるのだろうか。2016年4月19日、韓国ソウル市ソンパク。アパートで警備員をしていたその男性はいつものように駐車場の見回りをしていた。警備といっても周囲の治安は良く、大きな事件など起こったことはない。時刻は昼の12時を回っていた。そろそろお昼にしようかな。そんなことを考えていた警備員の目の前を全力疾走の若い女性が通り過ぎていく。誰か助けて、殺さないで。見るとその女性は靴も履いておらず裸足、目を丸くしている警備員の前をもう一つの影が横切る。それは若い男だった。すぐに後を追う警備員。しかし男はついに女性を捕まえ地面に押し倒す。そして女性の体にナイフを突き立てたんだ。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回紹介するのは、白昼堂々アパートの駐車場で起きた女性殺害事件について。防犯カメラによって全てが記録されていたこのショッキングな事件。近隣住民たちに目撃されながらも、なぜこの悲劇は起きてしまったのだろうか。韓国のエリート女性が見舞われたこの事件の全貌を見ておくれ。誰もが羨むカップル。2015年5月、韓国ソウル市、歯科医院で働いている一人の女性がいた。彼女の名はキム・ジョンウン。当時30歳という若さで統括室長を務めていたエリートだった上、女優にも引けを取らないほどのルックスを持っており、彼女のキャリアと美貌は周囲の羨望の的となっていた。そんな彼女のハートを射止めたのは同い年のハンという男性。彼もまたキムに引けを取らないほど輝かしい経歴を持っており、いわゆるハイスペ男子だった。韓流スターのような甘いマスクを持ち、身長は180センチ超え、おまけにアメリカ国籍を持ち、現在は大手証券会社に勤めているという。二人は知人の紹介によって知り合い、間もなく友人から恋人同士に発展。エリートかつ美男美女というパーフェクトカップルの誕生に、周囲の人々は嫉妬することすらできなかったんだ。両親への挨拶はすぐに済ませていたというから、すでに結婚秒読みといったところだね。しかしこのハンという男は完璧に見えただけで、かなり危うい部分を持った人物であることが徐々に分かっていく。正式に交際が始まってから間もなく、彼氏のハンはキムのことを職場まで送り迎えをするようになっていた。行ってらっしゃい、仕事上がりに迎えに来るからね。自分のために尽くしてくれる彼氏に対し、最初は喜ばしく思っていたキム。しかし彼女の心は次第に変化していく。というのも、キムに対する執着があまりにも異常だったからだ。ある日、彼女が女友達と食事を楽しんでいた時のこと。それはハンからのメッセージだった。しかしキムはスマホを見ようともしない。何度も何度も鳴るキムのスマホ。スマホを見た方がいいんじゃない？急ぎの用事かも。しかしキムには全てが分かっていた。大丈夫、これ彼氏からなの。あの人一日中連絡してくるの。ラブラブカップルののろけのように聞こえなくもないが、彼女にとってこれは大きなストレスとなっていたようだ。彼の送ってくるメッセージの内容はどれも同じようなものばかり。今誰といる？そこに男はいるか？すぐに連絡をくれ。そしてついには同じ職場の男性にまでケチをつけ始めるようになったハン。これにはキムも憤りをあらわにする。職場にいる男性はただの仕事仲間に決まってるじゃない。ねえハン、あなたどうしちゃったのよ。するとハンは涙目になってこう訴えた。僕には君しかいないんだよ。聞けば親しい友人や家族のほとんどはアメリカにより、韓国に知り合いと呼べる人物はほとんどいないのだという。これを聞いてほんの少しだけ同情してしまったキム。しかしこの後、彼女はこの男の醜悪な本性の一部を垣間見ることになる。その日キムはある場所に電話をかけていた。はい、〇〇証券です。そこはハンの勤め先である大手証券会社。キムは勤めて冷静に疑問を投げかける。ハンさんにつないでいただけますでしょうか？電話の向こうにいる人物は少し考えてからこう切り出す。恐れ入ります、弊社にはそのような人物は在籍しておりません。そう、証券会社に勤務しているというのはハンがついた真っ赤な嘘。そしてキムもそのことにうすうす感づいていたのだという。実はこのハンという男の過去はほとんど分かっておらず、そのためアメリカ国籍というのも疑わしいところなんだ。この事実を知ったキムは別れることを決意。しかし恋人に対して異常な執着を持つ男と別れることはまさに命がけだったんだ。別れたい女、別れたくない男。
私たちもう別れましょう。2016年2月、キムは意を決して彼氏であるハンに別れを告げている。しかし嘘をついてまで自分をよく見せようとし、交際を続けていた男が素直に受け入れるはずもなかった。間もなくキムの元に一通の手紙が届く。そこにはこのようなことが書かれていた。こんにちは、元気にしていますか？どこか病気していませんか？時間を元には戻せない。後悔だけが残るんだ。一人で過ごすソウルの街がこんなにも孤独に感じられるなんてね。別れを切り出されたことで自分が弱っていることをアピールするハン。しかしここまではまだ可愛いもの。ついに男の狂気が暴走していく。以前にも増して頻繁に電話、そしてメッセージが入るようになったキムのスマートフォン。当然それは元彼ハンによるものだった。僕は絶対に別れない。僕がいなくて君が幸せになれるとでも？さあ二人で一緒にやり直そう。ひっきりなしにかかってくるスマホの通知を見てキムは頭を抱える。それは恐怖以外の何物でもなかった。そしていつまでもキムからの返信がなかったことでハンは別の作戦を思いつく。そこでこのようなメッセージをよこしたんだ。君から借りているお金を返させてほしい。実は二人が付き合っていた時、ハンは彼女から日本円にしておよそ30万円ほどの借金をしていた。当然キムは口座に振り込むよう返信したが、ハンは首を縦に振らない。君には直接会って返したいんだ。もちろん最初キムは警戒し向こうの提案を突っぱねていたようだ。しかしこのやり取りが何度も繰り返された結果、キムはついに彼と直接会うことに合意してしまったんだ。2016年3月2日の夜、待ち合わせ場所にキムは到着していた。彼と会うのはこれが最後、全てを終わらせるのよ。彼女としては人生を前に進めるため、ハンと完全なる決別をするためにやってきていたんだ。キムのすぐ真横に止まった一台の車、見間違うはずもない。かつては毎日送り迎えをしてもらっていたハンの車だ。久しぶり、少しだけドライブしよう。さあ乗って。キムは促されるまま助手席に腰を下ろす。ねえ、どこに向かってるの？いいところさ、すぐに着くから。車が止まったのはチャムシル大橋という長さ1280メートル幅25メートルの巨大な橋の真ん中だった。はい、これ借りていたお金ね。ハンはポケットから封筒を取り出す。それを見たキムは手を伸ばす。するとハンはその封筒を引っ込めたんだ。前の彼女も俺のこと捨ててさ、あいつの家族全員殺してやろうと思ったんだ。でもうまくいかなかった。もう二度と俺は失敗しない。お前の家族全員ぶっ殺してやるよ。金を返しに来たというのは単なる口実。呼び出した真の目的は脅しと殺害予告をすることだったんだ。その日は何事もなく家に帰されたキムだったが、彼女は体の震えを抑えることができなくなっていた。その強い恐怖は彼女に強いストレスを与え、うまく言葉を発せられないほど精神的なダメージを受けていたという。この時期からハンは彼女の周りをつきまとうようになる。自宅向かいのビルからキムの様子を見ていたこともあったというから恐ろしい。警察に駆け込むべきところだが、当時の韓国ではストーカーに対する明確な制裁規定がなく、軽犯罪として処理されるのが関の山。小さな物音にも過敏になり、誰かの視線を感じるたびに背後を振り返る日々。そして時折かかってくるハンからの電話。彼女の日常はこうして崩壊していったんだ。韓国ではパートナーと別れた後事件につながるケースが多く、たびたび社会的な問題となっている。そのことを象徴するようなあるスラングが存在するんだが、メトラーの皆さんは聞いたことがあるかな？それではここで本日のメトラーキーワード、アンジョンイビョルについて。アンジョンとは安全のことで、イビョルとは別れの意味を持つ韓国語。日本語では安全な別れ、あるいは安全別離と訳されることのある韓国の恋愛スラングの一つだ。このスラングが生み出されたということは、恋人たちがいかに安全な別れ方ができていないかを意味していると言える。韓国のストーカー通報件数は急増傾向にあり、2021年での通報数は約15,000件、2022年は約3万件、2023年は約35,000件となっており、その相当数が元恋人によるストーカー行為だと考えることができるんだ。とはいえ通報件数が増えたのは法整備が整いつつある結果でもあるから、必ずしも悪い意味ばかりではない。とはいえこの事件が起きたのはまだまだ規制が甘かった時代の2016年。警察も頼りにならない中、元恋人に怯える日々を過ごすキムの運命はいかに。駐車場殺人事件。
元彼ハンによるストーキングが始まってから2ヶ月近くが経過した2016年3月23日ハンからこんなメッセージが送られている。元気です私の愛しい人。その言葉の意味するものはよくわからなかったが、このメッセージを最後にハンからの連絡が途絶える。一日また一日と経過していく日々、心の底から安らぐことはなかったものの、ほんの少しだけキムの心に余裕が生まれる。しかし付き合っている頃から人並み外れた執着心を持っていたハン、この男が諦めているはずはなかったんだ。2016年4月19日午前10時50分キムのアパートの駐車場にバイクが到着する。ヘルメットを外す男、それは紛れもなくハンだった。この時の彼は黒いスーツを着ており、その右手には黒いバッグが握られている。そのまま階段を上りキムの部屋の前にたどり着いてしまったハン。ところがここで事件の詳細がわからなくなってしまう。というのも犯人であるハンはこの先の記憶が一切ないと言っているからだ。ここからは防犯カメラの映像をもとに真実を探っていこう。ハンはこの後およそ1時間ほどキムと何らかの話をしていたものと思われる。その内容はわからないが、ハンはもともと彼女を殺して自分も死ぬつもりだったと後に証言していることから、もしかしたら一緒に死ぬように頼み込み拒否されたのかもしれない。昼の12時を回った頃、防犯カメラはセンセーショナルな映像を捉えていた。そこに映っていたのは上の階から駆け降りてくるキムの姿。ハンは手を伸ばし何とか彼女を捕まえようとしている。建物の外に何とか出た彼女の足を激痛が襲う。裸足だったんだ。それでも走ることを止めることはできない。誰か助けて、殺さないで。必死に声を荒げるキム。その声は近くにいた警備員など数人の耳に届いていた。しかしハンはついにキムに追いついてしまう。地面に叩きつけられた彼女はそのままハンの持っていたナイフで体を切り刻まれてしまったんだ。目撃者がいる中でいともたやすく行われてしまった残虐な行為。しかし周りにいた人々もただ黙って見ていたわけではなかった。たまたま現場に居合わせていたドライバーの一人がここで機転を利かせ、車で犯人の逃亡を防ごうと試みる。しかし残念ながらハンは身を翻しその場から逃れてしまう。ハンはこのままバイクに乗って逃走かと思いきや、そうではない。彼が向かったのはキムの部屋だった。今度は階段を駆け上がっていくハン。しかしドアにはオートロックがかかって開かなかったようで、すぐに引き返しバイクに乗って逃走している。このハンの行動が意味することは一つ、キムの部屋に何か大切なものを忘れていたということだ。メトラーの皆さんは彼が何を忘れているかわかるかな。初めに階段を上がってきた時のハンの様子を思い出してみよう。彼がキムのアパートを訪れた時に持っていた黒いバッグ、この中にハンが見られたくない何かが入っていた。事件解決までに時間はさほどかからない。目撃者が複数おり、動かぬ証拠として防犯カメラの映像も残っていたからだ。事件翌日となる4月20日、現場から15キロほど離れた軽機動クリシでハンは逮捕されている。残念なことにキムはアパートの駐車場で刺された後病院に運ばれたが、間もなく死亡が確認されていた。こうして殺人の罪で起訴されたハンだったが、先ほど述べた通り事件当日の記憶がないことを訴え、そもそも殺すつもりなどなかったと主張。と同時に彼はキムに対しての愛を強く訴えたんだ。私はストーキングなどしていない、彼女のことを愛していたんだよ。そんなことを言いながらハンは涙を流していたという。どこまで独りよがりな男なんだろうね。この邪悪な男により重い罪を着せるためには彼の殺意を証明する必要があるわけだが、その証拠はしっかりと残されていたんだ。事件当日、警察はキムの部屋でハンの持ってきていた例の黒いバッグを回収している。そしてその中に入っていたものこそが彼の明確な殺意を証明していたんだ。バッグから取り出されたのは複数の刃物、人を縛るためのロープ、タオルやテープといった雑貨、そして液体の入っている瓶だった。中の液体は強烈な匂いを放ち、ただの水ではないことは明らかだった。その正体とは塩酸。キムが部屋から逃げたため実行されなかったものの、おそらくハンは彼女の顔に塩酸をかけるアシッドアタックと呼ばれる残虐行為を企んでいたのだろう。これらの凶器が事前に用意されていたことから、ハンには計画性も殺意もあったと考えられたんだ。そんなハンに言い渡された判決は無期懲役。死刑を求めていた遺族の願いは届かなかった形だ。遺族にとっての戦いはまだ終わっていない。韓国で事件が起きた場合、被害者遺族は本人の顔写真を公開するかしないかを選択することが
ることができる。キムの遺族は彼女の写真を公開することでストーカー犯罪の恐ろしさと不条理さを世間に向かってアピールしたんだ。韓国でストーカー処罰法が施行されたのは事件の5年後となる2021年。発案自体は1999年にされていたにもかかわらず実に22年も施行が遅れていたことになる。さらに2023年にも改正が行われようやく法の整備が整いつつある状態だ。一刻も早く韓国からアンジョンイビョル、安全な別れなどというスラングがなくなり人々が自由に安全に恋愛できる日が来ることを願っているよ。君はこのカップルのように恋人と別れて何かトラブルとなってしまった経験はあるかな？